今回は1枚で着てもかっこいいし、コートのインナーでも使えるこちらのダウンコートをご紹介していきたいと思います。どうも皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今回なんですけども、こちらこの、ね、ミリタリーテイストのダウンのコートをご紹介したいと思います。今回ご紹介するのはタイオンっていうブランドで、初めてご紹介するブランドなんですが、インナーダウンとかでね結構有名なブランドなので聞いたことがある方も多いと思うんですが、まずはね簡単にタイオンとはってところからご紹介していきたいと思います。こちらのタイオンはですね、2016年の10月にスタートした日本のインナーダウンウェアブランドになります。インナーダウンをねメインで取り扱ってるブランドって結構少ないと思います。これやっぱりね、インナーダウンとかだとユニクロのライトダウンとか、あとはモンベルとか、まあ、ノースフェイスとかね、やっぱアウトドア系のブランドとかファストファッション系のブランドをインナーダウンで使う人が多いと思うんですが、それをねメインにしちゃうっていうのは結構ね切り口が斬新だなって僕は思いました。そしてですね、ブランド名の由来のところなんですが、潜在的な暖かさを意味し、日本初のイメージを膨らませる体温に由来しているそうです。だからそのままねローマ字で体温っていう感じなんですが、クオリティに関しましては圧倒的なコストパフォーマンスによる価値の追求をスローガンとしているので、高品質で高機能なインナーダウンを幅広く展開しているブランドになります。まあ、簡単なご紹介なんですがね、まあ、そんなところになるんですが、インナーダウンをメインで使ってるブランドということで、様々な、ね、形のインナーダウンが出てるんですけど、今回はこちらビームス×体温で出ていました、こちらのダウンコートになるんですが、こちらの商品紹介をサクッとやっていきたいと思います。こちらの商品名のミリタリー V ネックダウンコートっていうもので、価格がね 12,980 円、個人的にはめちゃくちゃ安いと思いました。だけね生地も使われていますし、インナーダウンで質もいいものなので 12,980 円 でビームスさんから売っててびっくりしましたね。もう速攻で買おうかなっていう風に思いました。で、色展開なんですけども、僕が購入したのはブラックで、もう一色ねこの中に使われてるんですけど、オリーブが外になっているモデルもあるので全2色展開になっています。で、サイズ展開は M サイズと L サイズの2サイズ展開になっていまして、僕は今回 L サイズを選んでいます。でね、さっき試着した時にも L サイズで全然良かったなっていう風に思いますね。で、素材に関しましては表生地が 100% ポリエステルで、裏地に関しても 100% ポリエステルで、中綿がダウン 95% フェザーが 5% 使われております。なのでね、やっぱ表面とかはね化繊感は結構強いんですけど、それがねミニタリーのライナーっぽくて僕は結構好きな感じですね。はい、でこちらのねダウンコートの特徴のところなんですけども、ミリタリーモチーフのロングダウンコートになっております。やっぱりこういう風なウェーブキルトになっていたりとか、色使いのところもそうですね。今回僕は黒を選んじゃったんでそこまで出ていないんですが、オリーブの方を選ぶと結構ミリタリー感強いと思います。あとはですね、ダウンには軽く反発力に優れた650フィルパワー以上のダウンを使用しているそうです。デザイン的なところなんですけど、すごくシンプルでね、フロントにポケットが2つ、あとはねこのサイド、両サイドなんですけども、こちらにジップがついています。とってもね長くあしらえてるジップになっていますので、これを展開することによってベンチレーションや着脱のしやすさなど機能的なポイントに加えて、様々なレイヤードスタイルにも効果的なアクセントになっているみたいです。個人的にはねここなくてもいいかなとは思うんですが、こう開けてねそこまで涼しくなるのかなとか思うんですが、まあね、そういう風なレイヤードを楽しむと、中にねちょっと長めのシャツとかをレイヤードさせてチラッと見せるとか、そういうことはできそうですね。ここにはねデザイン的なところはほとんどありません。なのでとてもシンプルですね。ただこういう風なね首元というか、こういう風にボタンのね穴が開いてたりとか、袖のところにもねこういう風なライナーによく見られるデザインだから、ミリタリーのコートとか買ったらボタンがねコートの内側についてると思うんで、そういったところにつけてあげるとこうずれにくいとか、そういう風なインナーダウンとしての効果もすごく高いアイテムになっていますっていう感じで、ちょっと着用してみたいと思います。はい、着用してみました。こんな感じです。175cm 63kg の僕が着て、こんな感じです。もうジャストサイズというか、ややゆとりのあるくらいなので、1枚着した時にもね今時っぽいシルエットで着用できるので、今なんかちょっと太めのスウェットを合わせちゃってるんですけど、ワイドパンツとか合わせてあげてもすごく相性がいいものだと思います。着心地のところなんですけど、すっごい軽いです。で、程よいね保温性もしっかりとありますので、まだねこれを撮影してるのが11月の下旬なんですが、今くらいだったらね中にパーカーとかちょっと厚手のニットとか羽織れば全然アウターとしても機能すると思うんですが、あとはねもっと寒くなってきたらメルトンコートのインナーとかでねこれを使いたいなと思って今回は僕は買ったんで、この軽さとかね着心地の良さっていうのはすごくありがたいです。で、1枚で着用するよりもやっぱそういったコートの中で使いたいっていうのが、こう真冬になっちゃうと僕ダウン一辺倒になっちゃうんですね。コートの暖かさってあんまりこう信用できなくて、ダウンってやっぱ最強じゃないですか、軽いし。冬になるとねダウンばっか着ちゃうので、まあそれも良くないなと思ったので、こういう風なねインナーダウンコートを持ってればコートの暖かさもすごくね上がると思ったので、まあそういう使い方がメインになってくると思います。ただ今なんかはねこれ1枚で着用して出かける
どもすごいかっこいいと思いますね。でシルエットのところなんですけども肩も程よく落ちてますし、アームのところもね僕は L サイズ選んだんでしっかりと親指の付け根くらいまで来ております。なんで袖丈の短いコートなんか選んじゃうとちょっとバランスが悪くなっちゃうかもしれないので、もうインナーダウンでしか着ないなっていう風な人はね1個下げて M サイズとかで合わせてあげてもいいと思います。ただ僕は1枚着もしたいのでこのサイズでね、で特にコートもオーバーサイジングのものが多いのでついたものに合わせて着用できるので僕は問題ないかと思います。ちょっと前も締めてみましょうか。はい、こんな感じですね。意外にねミリタリー感も強いんですけども、ブラックのカラーっていうのはねやっぱりシンプルなのでビジネスシーンで使ってあげても僕は問題ないと思いますけどね。こんな感じですね。やっぱり軽さの部分とあと暖かさの部分しっかりとねこう薄く見えるんですけど、ダウンも入っていますので保温性も高いと思いますので、今からの季節はねすごく重宝するアイテムなのかなっていうふうに思います。はい、っていう感じでね、ちょっとねこちらのグレーのスウェットパンツで合わせちゃってるとイメージもつかみづらいと思うんで3つくらいねコーディネートを組んでみたいと思います。こちらを1枚着するパターンで2つと、インナーダウンとしてね上にコートを重ねた時どれだけボリュームが出ちゃうかとか気になされる方いると思いますので、そういったところも踏まえてコーディネートを組んでいければと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。で僕が見た時ビームスのオンラインサイトで購入したんですけども全色全サイズだったので、まだね在庫的には問題ないと思うので、ゆっくりお買い物する時の参考になればと思いますので、ぜひご覧ください。どうぞ。はい、ということでコーディネート3つ組んでみたんですがいかがでしたでしょうか。1枚目2枚目3枚目っていう風になっていくことにちょっと厚着をしていくようなイメージで作ってみました。で1個目なんですけども、ね、単純に白 T の下に最近ハマってるねトラディショナルウェザーウェアのユニオンスラック101だっけな、かなり太いねタックの深く入ったワイドパンツを合わせて、でこのニット帽をかぶってちょっとね抜け感重視というかこなれ感を出したかったのでレザーの白スニーカーを合わせてみました。もうこのねコートの面積がかなり大きくて、でウェーブキルトの感じがねちょっと古着感なんかも出ますので、まあ、シンプルな装いなんですけどかなり太いワイドパンツなんか合わせてあげるととても相性は僕はいいと思います。なんかイメージなんですけどアパレルの店員さんみたいな感じにしてみました。で2個目なんですけども、中にねオーバーサイジングのスウェットを着用したらどうかなと思ったんですけど、僕が作ったねスウェットだったのでかなりリラックス感のあるシルエットのものなので、身幅もねアームホールも結構太めにできてたんですけど、あれを合わせても全然着用できたので、インナーダウンとしても使えるし、あとはねアウターとしても使えるし結構万能だなっていう風に思っちゃいました。2個目に合わせたそのパンツのところは太めのデニムにサイドカーブーツのスウェードっていう感じで、ね、ちょっと中はアメカジ風というか、まあ普通のカジュアルな感じなんですけど、そういったものにもねパッと合わせてあげるだけでも様になっちゃうコートなのかなっていうふうに思います。で特にこの V ネックのところがすごく使いやすくて、まあ、3枚目のところにも通ずるところなんですが、アウターで着た時にもね襟がない分すごくカジュアルな装いにも合いますし、古着系のアイテムにもすごく相性がいいんでとても使いやすいです。で3枚目なんですけど、コートの中で使った時にも襟がないんでね重ねやすいっていうのがありました。マッキントッシュのネイビーのコートに中はねスリーピングシャツを合わせたんで、ちょっと襟元が結構開くようなコーディネートをしてみたんですが、まあ、そういった時にもねこのね襟なしの V ネックカラーがすごく使いやすくて個人的にはめちゃくちゃ良かったです。で3枚目の合わせたパンツと靴に関してはね落ち着いた装いにしようと思ったので、チャコールカラーのラングラーのランチャーパンツとジャーマントレーナーのグレーっていう感じでちょっとねこう無彩色で足元は抑えつつコートのネイビーを強調してみました。まあ、全体的に落ち着いたトーンなのでね、これカラーの季節なんかは結構ダークトーンに寄りがちだと思うんですけど、ブラックをなるべく使わないっていうコーディネートにしてみました。ちょっと光沢感の強いインナーダウンがちらっと見えるので、まあ、なるべく黒じゃないもので重ねようかなっていうふうに思ったのであんな感じにしてみました。まあ、以上コーディネートの提案でした。
はい、っていう感じで今回はこちらの体温のダウンコートをご紹介させていただいたんですが、いかがでしたでしょうか。アウターとしてもね、結構優秀だと思います。こういう風な河川感の強いダウンコートとかだと張り感が結構強かったりとかするんですけど、この腕のところを見てほしいんですけど、しっかりとねこの折りじわというか綺麗にね折り曲がってくれたりとかするので、着ててねなんかそういったところもいいなっていう風に思いました。なんだろうね、この生地がいいのかウェーブキルトのところが噛み合ってるのかっていうところなんですけど、アウターで着てもよしですし、もちろんインナーダウンで、ね、着用した時にもコートの中で使えて、でさらには腿周りまであったかいっていうところ、すごくね保温性も高いと思います。で価格的にもかなりコスパは僕はいいと思いますので、ぜひね気になった方はチェックしてみてくださいっていう感じでね、今回の動画は良かった、参考になったと終わりました。高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。